皆様、年が明けてから1ヶ月が経ちました、今年は年明けから大変な年になってしまいました。災害に遭われた方には心からお見舞いを申し上げます。今日は、浅草の2月の定席の初日でございます。沢村豊子市長の米寿のお祝いをさせていただきました。これからもまだ元気なうちは一生懸命頑張りたいと思ってます。いっぱい入ってくださいまして本当によろしゅうございました。今年も豊子市長そしてお弟子さんたちとともども元気に1年間舞台を務めたいと思っておりますので今年もよろしくお願いいたします。1995年の7月が入門なので、7月から30年目に入るんですけど、一応ちょっとフライイングなんですけど30年ということで、6月に恒例の七福独演、銀座でうなる銀座がうなるという完全の音楽堂での公演をするんですけれども、それを30年の記念の会として開催してみたいと思っております。それ以外にも、一応30年を歌って新しい勉強会を先月から始めました。3ヶ月に一遍、久々の演題、それからで勉強したいと思っていることなんかを新しく三船ちゃんを相手に勉強会を開いていきたいと思っていますし、あともしかしたら9月に2週間ぐらい中国に行く予定がありまして、それ以外にもいろいろと恒例の七福七色とか、独演会もございますのでお運びいただきたいと思っております。本当に鬼は外福は内、鬼も何もかもみんな受け入れる広い心を持ってみんなが幸せになりますように。鬼はうち、福はもううち、よろしく。